ごいな、ちょっと圧倒されたな。うわ、うわ、まだどんだけこれ大きい期間だよ。すごいな。さあ、この辺がですね、一番正面の突き当たりですね。この辺はステンドグラスがすごい。少しここから地下が覗けますね。それにしてもちょっと時間がちょっとあっという間に経っちゃうんで、テラス上に上がってみたいと思います。そろそろ。さあ、今ちょっと地下に降りてきました。アーキオロジカルエリアみたいな感じで書いてあったけど、あ、ちゃんと遺跡みたいな感じで残してあるんだ。おお、すごいな。ちょっとブルガリアの地下遺跡を思い出しますね。さあ、今一回外に出てきました。正面向かって左手の左側なんですけど、今こっちから上には行くみたいです。こっちはね、フッとですね、人力で行きます。でエレベーターのとこはリフトは多分反対側かな、別の入り口なんだと思います。ようやく入れました。ここも結構並びました。10分ぐらいかな。大人気だ、ミラノ大聖堂。はい、到着。疲れた。工事やってんですね、上の方は。はあ、疲れした。
下は一応見下ろせて、まあ、この上の方の部分が上に来ないと見えないってことなんでしょうね。いやもう疲れちゃったな。こっちの方も、面白いな、だんだんになってて。なるほど、これ教会のテラス部分をずっとぐるっと回れるってことなんですね。こんなに歩けるとは思わなかったな。結構面白いかもしれない。なんか写真がいいですね。雨降ってなかったらちょっと一眼で撮りたかったなっていう感じもする。これが本当の一番上です。あそこの一番高いところは思いっきり工事してますね。子供がすごい。わあ、結構あれだな、高層ビルがあるんだな。今歩いてきたのがそこですね。ずっとここは面白かったな。上がってきてよかったな。疲れたけど、反対側も行ってみようかな。あれが多分世界一不格好なビルって言われてるやつです。なんか見たな。こっちは景色がいい。こっちの方が景色がいいかもしれないな。おお、綺麗綺麗。では降ります。今ここがデパートみたいですね。これやけにでかいけど、じゃあそんなわけで、ミラノ大聖堂でした。さあ再びガレリアに戻ってきました。ここは後で来ようと思ったんですけど、ちょっとちょうどついでなので通っていっちゃいます。ここがビットリオエマヌエーレ2世のガッレリア難しいならしいです。ここはすごいな。ちょっとね、さっき来るときにちらっと見ちゃったんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。ここじゃ抜けてきます。ここはそれにしても美しいですね。うわ、ちょっとゆっくり後でもう一回来よう。またこの辺またどうせ戻ってくるんで、スカラダとかドゥオーモとか。ちょっと今はサクッと抜けて後でもう一回見に来ようと思います。うわーすごいな、写真撮りたいなこれ。でお店はプラダとか、あっちベルサーチとかスワロフスキーとかプラダ、街はあっちもプラダか、ビトンとかアルマーニ、グッチ、
ブランドが入ってるんですね。綺麗だなこれ。しかしこの駅もそうだったけど、この空間の広さすごいな、圧倒されますねこれ。うわミラノ面白いかもしれないな。ちょっと時間足りなそう今日。こっちはなんだって、でこっちもそうですね。今来たのはあっちです。広いな。こう抜けてですね、まあ、ちょっとまた雰囲気違うな。照明のスカラザ方面に向かいたいと思います。お店もそうか、もう夕ご飯の時間帯かな。ぼちぼち夕方ですからね。すごいよなここ綺麗だし、夜になるとより一層。この真ん中の天井がすごいな。すごすぎる。楽しいもん、歩いてるだけで楽しいですね。さて夕食もね、ちょっとぼちぼち考えなきゃいけないな。昼はちょっと立ち食い的な買い食いをしちゃったので、どうしようかな。クロワッサンも食べてないなまだ。 あとはイタリアンですかね。あとはやっぱりパスタとかなんか食べようかな。